ちは、天の自然の山本です。私が今、池袋の西口のエスラ池袋店の前に来ているんですが、今、私が天王寺書店のエスラ池袋店があるところなんですけど、このすぐ目の前にあるのが池袋西口公園です。で、この池袋西口公園、実はすごく変わったんですよ。リニューアルをして、12月に新しく竣工したんですけれども、東京芸術劇場も目の前に、このグローバルリングという形、すごく綺麗で見渡しのいい場所になっております。東口もいろんな商業施設や新しい公園がどんどん出てきて、池袋が全体で芸術の街として今生まれ変わっているところでございます。そんな、池袋天王寺店のエスラ池袋店はエスラ2階にありますが、そこでもたくさん置いております。そして芸術の関連した本が今スタッフのおすすめの本となっておりますので、ちょっとご紹介をさせていただきます。こちらですね、はい、簡単だけどすごく良くなる77のルールデザイン力の基本でございます。これはですね、あの〇〇力の基本シリーズということで、累計65万部のシリーズになっているんですが、その中でのデザインの基本を、宇治智子さんに書籍でございます。で、このデザインってあんまり関係、自分には関係ないじゃんと思う方も結構いらっしゃるかもしれませんが、そうではなくというふうに宇治さんはおっしゃっております。宇治智子さんはですね、ビジネスパーソンにこそこのデザイン力が必要だというふうに言っているんですが、デザイン力の原理原則を身につけると経営やマーケティングだけではなく、例えば町おこしなどにも利用できたりなど、さまざまな仕事の分野での問題解決をこのデザイン力ですることができるというふうに言っております。で、この本の中身としては、デザインの悪いところをどう直せば良くなるかというビフォーアフターを書いているので、どういうふうに自分のデザインが悪いか、どういうふうに直したらいいかわからないという方もこれを見ながら、直すことができるので、すごくわかりやすい内容になっています。なので、デザインについてよくわからないという方もこの本おすすめです。なかなかそのデザインの原理原則の大切さについて今気づいているビジネスパーソンというのはほとんどいないというふうに宇治さんも言っているので、他に先駆けて今のうちにデザイン力の原理原則身につけませんか、ということで、今回ご紹介させていただいたのは宇治智子さんのデザイン力の基本でした。こちら実は2020年の2月からデザインゼミという形で、この本の内容を直接聞けるゼミが講座としてスタートいたしますので、そちらもぜひチェックしてみてください。皆さん、ゼミでもこの書籍も全国の天王寺書店でお買い求めいただけます。よろしくお願いします。